ハルコ、キャミンです。キムくんです。ルマルです。今日のタイトルコール企画お願いします。お願いします。原宿スイーツ探訪。イエーイ。SNS で話題のスイーツだったり、うん、映画的なね、ちょっとね、みんな知らないようなお店とかをね、ちょっと紹介していきたいなと思ってますので、今日それをメインで食べてくれるのはなんとキムくんです。はい、スイーツ王子目指します。だそうね。はい。じゃあ、はい、行ってみましょうか。うん、美味しいものいっぱい食べるぞ。スイーツ探訪に向けて出発。ゴー。到着。青山フラワーマーケットチーハウスです。すごい素敵なおしゃれなお花屋さん。花瓶とかも売っててね。お花屋さんも併設してる。花瓶買おうかな今日。マジで買うね。すぐ買うね。しかもこうかさばるやつ買うね。これから歩くよ。あと4軒もあるからね。じゃあとりあえず中に入ってみましょう。行こう。ゴー。ありがとうございます。お目に乗った花と花と姿も一緒にお見せ。花冠フレンチトースト。ね、上に乗ってるね、お花とかね、ミントとかね、これ全部食べれるんですよね。では、いただきます。うまっ。柔らかい、すごく。ミントと一緒に食べることによって、イチゴの酸さとミントのね、爽やかさでね、すごくですね。いちごと比べてラズベリーの方が酸味がすごく強いんで、めちゃくちゃ爽やか感がバッと出ますね。これは美味しい。いちごのパンケーキ。フレンチトースト。カルスコ。1軒目すごく美味しかったですね。お花が好きな人になった。幸せの空間。これだけバラの香りと甘いもの食べるとお寿司が食べたい。気持ちはすごくわかるんですけど、醤油をしてて。次行くのがかき氷のお店。沖縄のかき氷で、かき氷職人が天然氷使っている。今日暑いからいいだろうね、かき氷。ちょうどいいじゃないですか。どこ？結構ね、歩いてきてんですけどね。キッチンカーみたいになってる。全然キッチンカーらしいのがないんですよね。他力本願堂とかなんか。他力本願だから人ん家の車でやってんじゃないの？まさか。まさか。もう行っちゃってるよ。この辺に到着してるってこと？そう。もうだってこれ福祉センターで。だって着きました、ついてるよ。ここ通れんの？通ってくるか。お店あるからちょっと見てみよう。待って、すげえ路地。パッチ。すごい。え、いきなり出てきたよ。すごい。すごい、こんなとこでやってんの。行きます。150円。うん、どれ。すげえうまい、めちゃくちゃうまい。ちょっと待って、選んでいいの？あのね、メロンがめちゃくちゃ甘い。あ、すっげえ美味しいですこれ。ありがとうございます。どうぞ。うーん、すごい、すごい。いただきます。あー、美味しい。お盆限定の。すごいさっぱりしてるけど。これ黒崎茶豆、こんなかき氷です。お盆限定なんですって。今しかない。ほら見て、もうね、ここに豆の感じが残ってんの。あ、うまい。なにこれ、うまい、うん、まい。好きな人には好きなんだろうな。すごい豆感。カレスコ。でもメロン美味しかった。ずんだもらったんだけど、なんね、そのキウイ食べてるのにまだずんだがいるんだよね。ずんだが強い。ってことでこの後ね、回転寿司の方へ。え、
え、焼き鳥じゃなくて？なわけない。この後ですね、信玄餅の透明の信玄餅。そう。透明の？そう。そうなの。すごい透明な信玄餅で、うん、そうそうそう。天使の涙みたいな感じって書いてあったような気がするんだよな。カレスコ。これか。天使の涙って書いてある、ちゃんと。お邪魔しまーす。すごい。お邪魔しまーす。こんな風になってると思ったの。本当にすごい、なんか屋台みたいになってんだ。お邪魔しまーす。プルプルな。すごい。やっぱ。いただきます。普通の信玄餅って食感がもちもちとあるんだけど、これね、スーッていなくなる、初食感。あー、かわいいよ、ね、いただきます。ドーハの残暑。あ、うまっ。ごちそうさまでした。カレスコあっていいね。ああいうワカフェってなかなかチョイスしないんだよね。しないね。だってみたらし団子焼いたことってないから、ね、次はレインボー。レインボーに行こうかなって。なんかね、もともと原宿にそのさ、レインボーのわたあめってあるね、うん、あるね。あれがすごい流行ったんだけど、あれが多分流れて、うんうんうん、そのレインボーのパンがあるらしいんだよ。おースイーツパンとか。あとね、結構ツイッターとかでも話題になってるような。そう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 、原宿らしいね。カレスコ。今竹下の真ん中に来てまーす。やっと原宿らしいですね。ここはレインボーサンド。レインボーサンドっていう、もうね、開けたらこのレインボーのなんかが出てくる。なんかこの時の3人はまだ気づいていなかった。レインボーサンド買ってきました。うーん。中をバーッとこう割ってさ、中を見せてください。いきますよ。おお、すげえ。お店を間違えていたことに。いただきます。おいしそう。味はないよ。ない。嘘でしょ。ちょっといただきます。そうね。食べてみてもいい？うん。チーズだね。この毒々しい色に反して、うん、優しい味。で、これはスイーツではございません。気をつけてください。カレスコ。怖い。牛乳生アイス専門店。最後はソフトクリームかな。ここはで、ビヨンって長いんだ。長いらしい。牧場生まれた。牧場生まれたの。牧場生まれた。牛から生まれたの。なわけない。いただきます。見てこれ。ちょっと夏の間はたまに定期的に出るかもしれないという。うん、あのね、昔ながらのアイスってあるじゃないですか。あんな感じ。うん、うん、いや、美味しい。でもね、ちょっとカレスコ原宿スイーツ探訪いかがだったでしょうか。いや、美味しかったね。原宿だけじゃなくて青山の方行ったりとか、ね、渋谷行く途中までね、甘くないものが入ってたっていうね。まさかのね。あんな甘そうな色しといてさ。甘いと思わないよ。わ、一番甘いと思ってる。だってあのニューヨークのカップケーキみたいな色だもんね。うんうん。というわけでね、うん、これは甘いものよりもしょっぱいものが好きだということが分かりました。はい、同じ。姫くんのね、スイーツ探訪は第2回どっか違うところで、例えば成田山とかの参道でやってもいい。あ、いいね。ぜひあの第2回から姫くんが苦しむような田んぼもね、やってみたいと思いますんでね。高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。カレスコ。
バームって書いてあるんや。いただきます。命に感謝。あーあ、匂いがすごい。